続いてきましたのは桃沢選手観光業の桃沢君フィニッシュです。続いて3番目は宮坂君、青山学院大学、そしてラストに行きますのが55番中倉君、青山学院大学、続いて58番は三久保君、青山学院大学、34番は辛坊君、青山学院大学、56番は中村君、青山学院大学、22番は東海大学の本間君、46番は青山学院大学の早田君、続いて中央大学、青山学院大学、東海大学と続きます。2キロ巨人小学5年生の結果の発表です。藤井ひなかさん、5分70秒。
4着、加藤真央さん、巻園小学校、7分29秒。5着、富永愛菜さん、ボロスモーカー、7分31秒。6着、猪俣由良さん、小山城東小学校、7分36秒。7着、藤木美桜さん、大泉町立立教学校、7分44秒。8着、諸西姫野さん、KJ2RC、7分47秒でした。続いて2年女子と男子生徒の2キロ女子小学校6年生の記録の発表です。1着、深原文さん、よろしくもうか。時間6分43秒でした。こちらは大会新記録です。おめでとうございます。2着、松本瑠璃さん、よろしくもうか。6分52秒でした。3着、長谷川彩香さん、函館 TRS。6分59秒。4着、木戸七海さん、石川小学校、7分04秒。5着、福本恵乃さん、下館小学校、7分17秒。6着、加藤咲さん、よろしくもんか、7分27秒。7着、長瀬生まれさん、よろしくもんか、7分37秒。8着、浜田亜美さん、KJNRC、7分39秒。8着までに優勝されました選手は、表彰がございますので、表彰射撃までお越しください。ただいまより1キロメートル男子小学6年の表彰を行います。表彰、1キロメートル男子小学6年第1位、黒崎大輝様、記録6分37秒。あなたは第47回金沢町現地アップチャンピオン賞大会において優秀な成績を収めたので、その栄誉を称えておきます。令和2年7月12日最長こそおめでとうございます。表彰、1キロメートル第小学6年第2位、渡辺智明様、記録6分39秒でした。どうぞ。表彰、2キロメートル男子小学6年第3位、福田千早様、記録6分40秒でした。どうぞ。Thank you.
大事。表彰式を行います。表彰 2km 男子5年第1位ゆめる記録6分38秒大会新記録。あなたは第47回イタリアの天気アップ中継大会として優秀な成績を収めたってその栄誉を称え令和2年4月に会長を務めます。おめでとうございます。表彰 20m 男子小学5年第2位カズキ様記録6分48秒以下動画です。表彰 20m 男子小学5年第3位北条文隆様記録7分00秒以下動画です。
ただいまより日露名所部男子小学4年表彰式を行います。頂上2キロメートル男子小学4年第1位深井誠様、記録7分09秒。あなたは第47回高根沢町元気アップ中小大会において優秀な成績を収めたので、その栄誉を称え受賞した。令和2年頂上1キロメートル男子小学4年第2位佐藤良生様、記録7分11秒以下同分です。頂上2キロメートル男子小学4年第3位入江二輔様、記録7分24秒以下同分です。ハーフマラソン一般女子の選手が帰ってきました。1号1号は田中さん、東北福祉大学です。ここでお呼び出しです。小学4年女子1着に入りました滝田さん、小学5年女子1着に入りました辻さん、3着に入りました大橋さん、表彰がございますので表彰者席までお越しください。4年女子1着の滝田さん、5年女子1着の辻さん、大橋さん、3着の大橋さん、表彰がございますので表彰者席までお越しください。
前より 1km 女子小学4年の表彰を行います。表彰 1km 女子小学4年第1位滝田莉愛様、記録7分23秒。あなたは第47回高見沢町元気アップ中継賞大会にあって優秀な成績を収めたので、その栄誉を称え表彰します。令和2年7月中に会長加藤俊博。頂上 1km 女子小学4年第2位黒羽美津様、記録7分47秒スタートです。頂上 1km 女子小学4年第3位加藤コナ様、記録7分56秒。表彰を行います。表彰 1km 女子小学5年第1位藤井日向様、記録7分03秒。あなたは第47回高見沢町元気アップ長距離走大会において優秀な成績を収めたので、その栄誉を称えております。令和2年7月12日会長加藤俊博。頂上 1km 女子小学5年第2位長島彩音様、記録7分09秒。頂上 1km 女子小学5年第3位大橋空様、記録7分10秒。頑張って。
ただいまより2キロメートル女子小学6年の表彰を行います。表彰2キロメートル女子小学6年第1位北原美優様、記録6分43秒大会新記録。あなたは第47回高根沢町元気アップ小中小大会にて優秀な成績を収めたので、その栄誉を称え、令和2年7月中に会長を加速するとKM 女子小学6年第1位松本由美様、記録6分52秒以下です。2km 女子小学6年第3位長谷川彩香様、記録6分59秒以下です。Thank you.
Thank you.
Thank you.
お疲れ様。ああ、負けた。きつい。はいね。熟練のペースでね。
46分ぐらいで、こんなの何言っちゃったら、一応50分切れたらいいなと思って来たんで、正直ですわ。今日もスピードは100分です。あそこでもらえんですか？姫にね、姫にはあー、どうぞ。お、はい、ご苦労さん。はい。明日は自転車乗れるかな。気持ち違った、大丈夫かな。後半抜かれましたね。海に抜かれたんで。そうですか。いや、海の後半もうボロボロ抜かれちゃった。20秒ぐらいずっと速かった。練習のペースで速いぐらい。マシのペースでちょっとうまく抜けたの。前半速かったよ。ここでハーフ男子の記録、そしてハーフ女子の記録が来ましたので申し上げます。ハーフ男子は1着から1着までが大会新記録です。おめでとうございます。1着は中村翔吾君、富士通、記録1時間1分40秒。この1時間1分40秒ですが、2019年日本長距離トップ50においてランキング8番目の記録です。続いて2着は桃沢大輔君、三工業、1時間1分58秒。3着中倉宏信君、青山学院大学、1時間2分26秒。3着宮坂太一君、青山学院大学、1時間2分26秒。5着久保亮君、青山学院大学、1時間2分30秒。
600信号武志君青山学院大学1時間2分43秒ここまでの選手が全て大会新記録ですおめでとうございます7着は 中村優斗君青山学院大学1時間2分52秒8着本間慶太君東海大学1時間2分59秒でした続いてハーフの女子1着田中杏里さん東北福祉大学1時間17分45秒こちらは大会新記録ですおめでとうございます2着内澤優和さん東北福祉大学1時間23分22秒3着林恵里さん福島 TRC 1時間23分42秒4着福田一子さん小山向井の JC 1時間24分15秒5着根本かなえさん平成ランダーズ1時間26分17秒6着表泉さん82人口1時間28分32秒7着大川美穂さん美濃里クラブ1時間28分58秒8着鈴木明日香さん1時間29分5秒でした8位までに変えられました選手は表彰がございますトラック中央のフィールドにご注目くださいあ、すごい。
やばい。ダメだ。Thank you.
ただいまから第47回高根沢町元気アップハーフマラソンハーフ男子の表彰式を行います。賞状ハーフ男子第1位中村翔吾様、記録1時間0分40秒大会新記録です。あなたは第47回高根沢町元気アップハーフマラソン大会日本陸連公認において優秀な成績を収めたので、その栄誉を称えしておきます。令和2年1月12日高根沢町元気アップハーフマラソン大会会長加藤社長、一般財団法人栃木陸上競技協会会長横浜スポリト、おめでとうございます。賞状ハーフ男子第2位桃沢大地様、記録1時間01分50秒大会新記録です。しかし当分に奨励といたしますけれども、おめでとうございます。お疲れ、疲れた、しんどそう。賞状ハーフ男子第3位中倉博信様、記録1時間02分26秒中倉さんも大会記録です。おめでとうございます。頑張って。お疲れ様です。
った。それではハーフマラソンで優勝いたしました富士通の中村翔吾選手です。優勝おめでとうございます。優勝された感想を教えてください。そうですね、2020年オリンピックイヤーということで、一発目の試合で大事だと思っていたんですけど、そこで優勝することができて、今回の走り1時間1分40秒でしたが、タイムについてどうですか。ハーフマラソン自体は4年ぶりぐらいの感じで、今回箱根沢まで来ていただきましたが、大会に出場する決め手は何だったんですか。残念ながらチームとして2月1日に UAI 試験で出場することができなかったので、オリンピックを考えても、その時期にちょっとハーフマラソンを走りたいというところと、高根沢は東京オリンピックへの意気込みをお願いします。まず残り時間しっかり準備して、万全の状態でスタートラインに立って、今までやってきたことを全てやってくれるように頑張っていきたいと思いますので、今後も応援よろしくお願いします。今年は8月9日に北海道で行われます。私たちもテレビの方で応援したいと思いますので頑張ってください。本日はありがとうございました。また来年もぜひ参加をお待ちしております。中村翔吾選手でした。ありがとうございました。田中安里さん。